はいどうも、競馬ストーリーテラーの田原元就です。この動画ではですね、東京新聞杯の前頭分析を行っていきたいと思います。東京芝1006で行われる重賞なんですが、過去にはね、リスグラシュとか、そんな馬も勝っているような出世レースです。何か予想の参考になればと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、バンドギャルドです。去年のコメントって皆さん覚えてますかね？レース後にね、福永ジョッキーが、両サイドに牝馬がいて、まあなんだろう、興奮しちゃって、スタート出なかったみたいな、そんな衝撃的なことを言っていたんですが、それがね、敗因だけではないと思うんですけれども、とはいえ仮にそうだとしたら、その後の成績というのはすごく納得がいきます。マイラーズカップで3着に入って、富士ステークスでもね、勝っているように、まあ、業績としてはすごく残しています。で、なんで G1 だと負けたのかなっていうふうに思ったんですが、当時のこの馬の状況を考えた時に、マイラーズカップは賞金加算が必須でした。まあ、失敗しちゃったんですけど、まあ、ギリギリ安田は出れたというね、そんな感じでした。で、マイルチャンピオンシップ出走に関しては、勝たないと、最低2着以内入んないとちょっと出走は難しいかもみたいに言われた中での勝負がけで勝利を収めています。まあ、やっぱそういったね、反動があったんだと僕は思いますので、まあ、その中で前走マイルチャンピオンシップは結構健闘したと僕は思っています。まあ、上位3頭っていうのはそれこそワールドクラスみたいな、そんな馬だと思いますし、その比較から言ったらここではメンバーで、ダントツの上位の成績、実績だと思っております。まあ、さっき言った牝馬に関して言えば、今年は1頭しかいないんで、まあ、まさかね、まさか隣枠を引くことはないだろうみたいに思ってはいるんですが、まあ、仮に引いたとしても挟まれなければ僕は大丈夫だと思っていますので、まあ、今回はねやっぱ実績通りに額面通りに評価したいというようなそんな馬です。はい、エメラルファイトです。金層ダートを使ったりね、ちょっとそこでも2桁着順というふうに成績が振るわない状態です。ちょっと一辺は厳しいかなと思います。はい、エントシャイデンです。前走ね、2桁人気、人気薄を覆しての構想だったんですけれども、やっぱこの馬って左回りの戦力、ここがめちゃくちゃ合ってるんだと思います。過去この左回りの戦力でね、7回ほど大馬券圏内に絡んでいます。やっぱその新潟であったりとか東京であったりとか、前走のようにね、中京とか場所問わず来ているので、よっぽど合うんだなっていう、そんな印象ですね。で、あとこの馬の特徴として、一度構想した場合の連続構想、これ結構あります。まあ、なのでね、この東京1006という条件も合っていると思いますし、前走がフロック視されるようであれば、再度の激走、僕はこれは警戒した方がいいと思ってます。はい、カテドラルです。左回りのね、1006に関しては G1 3着とか、結構良績があるように思うんですが、この馬って結構はっきりしていまして、いわゆる夏馬だと思っています。まあ、去年も夏勝っていたんですけれども、逆に言うとそれ以外の季節で全くというほど走ってないんですね。唯一春とか秋とか、まあ、それぐらいだと思います。いわゆるこの厳冬期の寒い時期に関しては良績が全くないですし、前走もちょっと気温がね、こう下がっていく中での凡走でした。で、さらにこの今の冬真っ只中のね、この東京1006っていう条件になってしまうと、ちょっと一平を望むにはまだ早いかなというような、そんな印象です。はい、空手です。前走ね、この馬めちゃくちゃ強かったですね。ちょっとびっくりしました。結構その過去勝ってきた時とかは、道割れを勝ったりとか、そんなことがあったので、ちょっとまだね、馬場次第なのかなというふうに思っていたんですが、冬の中山で1分32秒というね、32秒台で勝ったというのはすごくいいことだと思っています。で、中山の芝って、2020年ですかね。2020年からだいぶ時計がかかるようになっていまして、去年のマイル戦、で1分32秒台を記録した馬っていうのが、ダービー級を勝ったクルーガーただ1頭です。で、それに唯一並んだのがこの空手というふうに考えたときに、この馬の価値というのがね、すごく計り知れるものだと思いますし、昇級初戦であっても冬にめちゃめちゃ強いというのもね、ありますし、ちょっと侮れないような、僕はそんな一頭だと思います。はい、里のアーサーです。前走ね、ちょっと太め残りだったとは思います。太め残りだったとは思うんですが、それにしても負けすぎです。で、東京のマイルはね、ちょっと両席に乏しい舞台でもありますし、ちょっと変わり身を見せるのはだいぶ先になってしまうかなというような、そんな印象です。はい、里のインプレッサーです。ベロックスがね、仮にこの今回が試し、いろいろ試したいことがあっての参戦だとすれば、この里のインプレッサーは、試したいことはもうとっくに終わっていて、計画的参戦。これの匂いがすごくプンプンします。この馬に関しては。
まあ、矢作厩舎っていうのはね、そういうことをよくやる厩舎なんですけれども、今回距離短縮でマイル戦に臨みます。で、マイル戦っていうのはね、過去2戦2勝の好条件でもありますし、いかにも前走は叩き台だったのかなというような、僕はそんな気がしています。で、結構ね、3歳馬によくあるんですけれども、去年結構無理なローテーションというか、ダービー使って菊花賞を使ってみたいな、そんなことがありまして、今回ねこのレースからようやくこの馬の本筋というか本流に戻っての戦いになるのかなという、そんな気がいたしますので、この舞台ではちょっとノーマークにはできないかなというような、そんな印象です。はい、里のウィザードです。この馬はね、切れ味がえげつないですね、本当に。中山でも33秒台余裕で使っちゃいますし、それこそ新潟とか東京とかね、そういう阪神外回りとかの条件であれば32秒台とかも全然出せるような、本当現役屈指の切れ者だな、みたいな、そんな印象です。で、それを考えた時に今回っていうのは、前に行く馬はほとんどいないみたいな、超スローの上がり勝負すら考えられるようなメンバー構成です。やっぱその上がりっていうのはね、32秒台とか31まではさすがにいかないと思うんですけど、少なくとも32は出ると思います。やっぱそうなると経験値というのが問われますので、その32秒台を複数経験しているこの馬、ちょっとねノーマークにはできないかなというような、そんな印象です。はい、シャドウディーバーです。去年の2着馬で、中間のローテーションもね、すごくこのレースと相性のいいエリザベス女王杯組です。それだけで印し合うって言うた方がいいと思います。そんな感じの評価ですかね。はい、湘南ライズです。ちょっと金層戦績が振るわないですね。この舞台だと厳しいと思います。はい、ダイワキャグニーです。この馬もまた日経新秋杯からの参戦となるんですが、ちょっと前のね、2頭と違うのは、あまりにも久々な戦力というところですかね。まあ、ベロックスは初めてなんですけれども、キャリアがだいぶ違います。ダイワキャグニーはもうね、7歳を迎えまして、自分の得意な場所とか、得意な馬場とかね、その辺ももう分かっている馬ですので、まあ、いきなりね、マイルに変わって一変というのはなかなか難しいと思います。まあ、確かに展開的に言うと前に行く馬が少なくて、この馬が逃げた時にね、残る可能性はゼロではないんですが、とはいえ今回それを差し引いても、切れ者が多すぎます。要は32秒台とか3秒台で使えるそんなような馬が多いので、やっぱそこに飲み込まれる可能性は高いと思っていますし、斤量 57.5、 これより上だと量績を残していません。やっぱそういった諸々のね、観点から踏まえるとここはちょっと厳しいかなというような、そんな印象です。はい、トラインです。ダイワキャグニーのところで言うと、この馬は逆に切れ味がえげつないですね。本当2走前の東京のレースもそうだったんですけれども、本当ちょっと姉妹から一気に突き抜けるみたいなことが割とあります。で、左回りの戦力っていうのは中京でも勝っていますし、東京でも何度も好走しているというような、そんな条件です。で、前回おそらくですけど、2走ボケの可能性はかなり高かったと僕は思っています。2走前がね、長期休養枠で東京で遠征して勝利だったんですけれども、前走そこからさらに間隔を詰めて再度東京輸送で、ちょっとパフォーマンスを落とすみたいなね、そんなことがありまして、今回さらに間を空けるというね、2走前のローテに戻してきました。僕個人で言うとこういうローテーションは大好きです。だから狙わずにはいられないというようなね、そんなようなことがありますし、やっぱその決め手という部分ですごくいいと思いますので、スローでの用意ドン、そんな感じになった時にこの馬の末脚が炸裂する、その可能性は考えておいた方がいいと思います。はい、トリプルエースです。この馬に関してはね、前走はちょっと馬場が向かなかったんだと思います。開幕週の中京芝で、外枠を引いてしまって、前とかね、内枠が来るような展開でのレースだったので、ある程度度外視はしていいと思っています。で、今回ね、そのジョッキーがルメールジョッキーに変わるんですが、このジョッキーって本当に 1600m をちゃんと 1600m で走るみたいな、要はね、その距離ロスとか道中の無駄な動きっていうのは本当にないです。だからその来ちゃうっていうね、なんだろう、その東京に関して言えば4コーナーから直線に入った瞬間に、あ、これ来るなみたいな、ちょっと分かるようになってきました、正直。先週ね、ちょっと僕タイムフライヤーをすごく評価落としちゃったんですけれども、あれも直線向いた瞬間に、あ、これ来ちゃうなみたいに、思っていました。まあ、それはちょっとさておきなんですけれども、この馬に関しては、やっぱ道中のさばきとかね、そういった部分だと思います。まあ、外枠すぎるとちょっとあれなんですけれども、やっぱある程度のこう枠を取って、前にね、馬群にうまいこと包まれつつ追走みたいな、やっぱそういったことが叶えば戦力は全然問題ないと思いますし、まあ、ルメールジョッキー×ゴドルフィンっていうとね、それこそタワーオブロンドンとか、
そんなコンビでもありますし、ある程度陣営が勝算を持って臨むのであれば、それに準じて印は打っておきたいと思います。はい、西野デイジーです。ちょっとね、金層戦績は振るわないですね。夏競馬からの復帰戦でもありますし、マイルも経験がないというそんな状況ですので、ここはちょっと見送った方がいいかなと思います。はい、プロディガルさんです。ちょっとね、金層重賞だと成績に乏しいという感じです。厳しいと思います。はい、ロードマイウェイです。前走僕すごく評価をした馬なんですけれども、まさかの最下位というね、ちょっと残念な結果に終わってしまいました。ちょっと範囲をどう捉えるかなんですけれども、僕の中でやっぱ S 評価とかね、 A 評価とか、そういう高く評価した馬って1回や2回の凡走でそんなに見限りたくないんですよ。やっぱ認めたくないっていう、それもちょっとはあるかもしれないですけど、やっぱそのポテンシャルという部分を評価していますので、そこでちょっと何らかのアクシデントがあったとか、そういうふうにそこに関しては僕ポジティブに捉えています。なので今回に関しては、ロードマイウェイは東京代わり、2100というね、連帯率 100% の東京代わり、ここをすごく評価したいと思います。まあ、とはいえ、その中心視するとか、2列目とか、その印を打つところまで僕は至らないと思っていますので、印は打っておく、そのスタンスでいいかなというふうに思っています。はい、以上で東京新聞杯の前頭分析は終了となります。また次回の動画でね、お会いできればというふうに思いますので、またよろしくお願いいたします。で、今回ちょっと枠順発表前にまた変えたんですけれども、ちょっと試行錯誤しながらやっていきたいと思います。枠順が出たがゆえに惑わされるみたいなことも多々あるので、まあ、そこはちょっと自分のところと相談という感じですね。なのでまた次回の動画でお会いできればというふうに思っております。それではまた。